担当日向萌です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、私たちアイゼンドロップアウトですね、普段東京で活動しているグループとなっておりまして、本日名古屋遠征2日目です、はい、イエーイ。
うございます。はい、昨日もねライブさせていただいて、本日も野外で無料ライブということで、はい、初めて見たよって方たくさんいると思うんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。アイゼンドロップアウトですね、公式ツイッターやっておりますので、愛に染まるドロップアウトと検索してツイッターの方フォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、はい、そしてこの後披露する曲なんですけども、 YouTube にミュージックビデオが上がっています。よかったらサビが特徴的な曲なので、よかったらアイゼンドロップアウトで検索して、よかったらミュージックビデオも見てください。お願いします。はい、それではですね、早速、めっちゃ暑いね。暑いね。雨が降らないだけありがたいですけど、じゃあ次最後の曲聴いてください。1/2。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今披露させていただきます。
ただいたデビュー曲なんですけど、覚えやすい曲になってるので、もしお家帰って聴きたいなと思ったら YouTube 検索してみてください。はい、そしてですね、次のライブが、Twitter の方で告知されておりますね。東京の方が活動メインになりますが、東京に来た際はぜひ寄ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてまーちゃんの方お願いします。はい、私の方から告知させていただきます。7月の13日火曜日に東京なんですけども、上野公園水上音楽堂さんにて私ひなたも生誕祭に行われます。はい、チケット代もドリンク代も完全に無料のライブなので、よかったら東京お越しくださった会にはお待ちしております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、この後終演後に特典会がございまして、チェキが取れますので、気になった方よかったらお話ししに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、この後ですね、シャノワールさんのライブがありますので、最後の最後まで盛り上がっていきましょう。それでは以上、私たちアイゼンドロップアウトでした。ありがとうございました。